壊せぬ。おおよ、私は長年心に関する研究をしてきたが、結局何も分かっていなかったようだ。どういう意味？心のデータ化は計算通りにはいかない。私が用意したトワイライトタウンの住人は実物の心をデータ化した存在だった。こちらが思い描いた通りに動いていると考えていたが、全くの間違いだった。心がシステムを超えていたのだ。ああ、ロクサスと乖離が通じ合った時に気づいていた。しかし認めるわけにはいかなかった。私はいつでもそうだ。心は感知しているのに頭で考えようとする。そして間違える。空を復活させようとしている最中には様々な計画があった。しかし空が動き出したら全て無駄になった。私の研究も計画も空という少年の心にはかなわない。アーセム、装置が。これもまた心はデータ化不可能という証明だ。王よ、逃げろ。爆発するぞ。何が起こるか保証できない。そんな。王様。空、あとは頼んだぞ。もはや聞こえやしないだろうが、ロクサス、すまなかった。アーセム。これは私の心が命じているのだ。自分の心に従わせてくれ。でも、行く。心が命じたことは誰も止められない。私のキングダムハーツに勝手な真似をするのは誰かと思えば、一同勢ぞろいか。これは都合がいい。それにしても賢者アンセム、情けない姿だ。笑うがよい。愚かな弟子の本性を見抜けなかった罰だ。弟子は死に似るもの。あなたの弟子が愚か者なのは当然のこと。あなたがいなければ何も始まらなかった。あなたこそが全てのハートレスの起源なのです。あなたの研究があったから私の野心は目覚めた。認めよう。私の未熟さが世界を乱したのだ。しかしお前は何を求めた。私という存在を世の中から消し去り、私になりすまし禁断の研究を続け、これが求めていた答えなのか。その通り。あなたの研究を引き継ぎ、私は新しい世界を創造しつつある。褒めていただけると思っていたが、あなたは邪魔ばかりだ。わかります。あなたには心がある。その心を抑えられないのでしょう。弟子への醜い嫉妬の心を。ではノート、私と等しく愚かな弟子よ、我々は今もって心のことなど何も分かってはいない。何を説明できたとて本質には手が届いていないのだ。かつてと同じく我々は無知のまま。お前が何かを想像しようとするなら、それはそう無知から生まれし想像。やがて自らの創造物もろとも身を滅ぼすことになろう。もはやこれまで。リク、あとは任せるぞ。およ、愚かな私を許してくれ。さらばだ。Thank you.
リク！リク！リク！何が起こるか保証できないか。リク、それは取らないの？ああ。何それ？絵は嘘をつけないんだ。嘘？誰を騙そうとしたのかな？ん？ん？自分を。リク、もうリク、どうしてそんなに一人で頑張ったんだよ。俺たちがいたじゃないか。これはな、ソラ、忘れたのか？お前ほど単純じゃないんだよ。ああ、言ったな。どうしよう、リク。ゼムナスを倒そう。13機関はあいつしか残っていない。行こう。Let's go.
キリがないぞ。一緒なら大丈夫。さあここは私たちに任せてさっさと行くんだ。マレフィセント、そりゃ無理だ。ゼムナスの相手をこいつらにさせるんだよ。どっちが簡単か考えてみな。どっちも大変だ。逃げよう。勝手に押し。立派になったもんだぜ。ピート船長、さあ逃げよう。逃げる？とんでもない。ソラ、王様、この貸しは大きいよ。そうだね、この城をもらおうかね。王様に貸しを作るなんて機会はめったにないってもんだ。行くぞ。僕たちも行こう。でも二人の心が命じたんだ。誰にも止められないよ。